はい、こんばんは、島津でございます。久しぶりにね、プトゥームオンラインやっていきたいと思います。では死の5の言わずやっていきましょう。ちょっとね、ネクサスだとね、やっぱ重いんですよね、ここ最近。また今これ撮ってるのがネクサスなんですけど、だからね、あと数ヶ月したらね、スマホ変えられるんでね、ゲーム向けのスマホ買いたいですね。ゲーム向けっていうか、まあまあまあ性能がいいやつですね、簡単に言うと。私はね、スタイルこれでいきます。ちょっと名前忘れたけど、合成とかがね早いのね。物資が投下されました。勝つのは私だ。嘘、お前すいません、調子に乗りました。もう勝った。結構ど真ん中に当たりましたね今。これあれなんですよね、あの爆弾、タイマー式の爆弾だとね、近ければ近いほどね、そうダメージが上がるんですよね。だからほんとね、あの爆弾に一番近ければ即終わりで、一撃ですからね。そこ、物資が投下されました。オッケー。え、嘘、なんであれ食らわないの。やっ、いった、物資が投下されました。え、なんで食らってないの。嘘でしょ。ちょっと待って、いやいやいや、今2発は絶対食らっただろ。いますね。そこ、いった。おお、まあ俺のも食らって当たり前で、さっきの食らって不思議、おかしいな。なんか作ってんね。物資が投下されました。絶対当たったでしょあれ。自称生成が可能です。今月のバンチ読んでないのに。ごめん、バンチ、バンチ読ませる。ことね、私は優しくはないから。ちょっと待って、ね、やばい。今日は指の調子が悪いんだ。そう、早いんです。他のに比べるとね。今のところ3枚。で、今、フレームゲットしたね。フレーム結構ありがたいんだよね。物資が投下されました。あ、違う、間違えた。スキル、スキル使っちゃったよ。そこ、物資が投下されました。この勢いで一気に行きますよ。いいんじゃねこれ。いいよ、調子良すぎだろ。物資が投下されました。今日はふっ、気をつけてください。あいた、クラッカーか。すいません、調子に乗りました。勝った勝った、あらや。めっちゃ早かったね。普段はこんな感じじゃないんだけど、普段はなんつうの、もうちょっと接戦なんだけど、今日は運が良かったですね。しかもゼロ、結構評価高いんじゃない今回。セカンドランナー、サバイバー、ハイプレイヤー、データフォルダー、コスチューム評価2。カメラ追加したんだけどね、コスチューム評価上がんないね。レビューをお願いします。あのちょっとね、今収録してるから後からにしてください。本当に。はい、ね、勝ちましたね。なんだけどちょっと早いからもう一回やろうかね。ちょっと早すぎたね。いや結構ホイホイうまくいったよ今のは。タイマーがいい感じに当たってくれたのが良かったかな。
あー、俺が嫌いなところだ。あそこがいいんですよね、私、島。ここね、上を制した人がね、結構有利だからね。見晴らしがいい。物資が投下されました。やりましょうか。開いた。そこ。え、なんで食らってないの。おかしいでしょ今の。いや、あれ食らうだろう、どう考えても。やばいやばい。え、なんで食らわないっけ。物資が投下されました。ラグってないこれ。ラグだよ、ラグだよ、本当に。これこそ。いや、じゃないか。あ、やべ、すかした。あれ、誰か自滅したな。誰かのレーダーで捕捉されて、物資が投下されました。いますね。いますね。まあ、今。クラッカー作ろう。バレませんように。あの上の人自滅したね。クラッカー爆弾威力はね低い方だけど、まあ、あ、いた。食らわんかったね。物資が投下されました。もう。のんきに物資回収。今のとこバレてないね。いけるいける、取れる取れる。あ、やべ。エスケープ。周囲を見てないと思ったか、この野郎。だから取るぞ俺はこれ。あれ、あー、もう、もうこれがスマホの嫌いと嫌いなところ。コントローラーにしろ。マジで生成が可能です。接触悪いんだって。シュクリームカトリッジだ。物資が投下されました。いや、クラッカーじゃないな、ここタイマーがいいか。オッケー。はあ、そんな。ケイツ。タイマーいいよね、ゼロに合わせればいいから。チップ生成が可能です。やばいな。えい。ちょっと外れたんだな。よいしょ、来た。あそこにいんね。早く開けなさいって。物資が投下されました。ちょっと待て。へい、そこ。うん、あ、入れた。まあ、そうね、問屋が下ろしませんよね。やった、クラッカー取られたね。まだやれるわ。物資が投下されました。あ、クラッカー取られてないか。前のだか取られたの。よし、ドラいただく。さて、AC クイックを使って。もう、また人が来ないこと祈るだけだよね。そうすれば勝てんじゃねえか。これデータたまんなかったっけ。ゴールドじゃ、ゴールドでたまるんだったら、あとそこにね行ってチップさえ生成すればこっちのもんだよ。回収完了。たまんねえか。あとなんだ、何を取ればいいけ。残り時間1分を切りました。あ、あった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 。それでもうマックスなんじゃね。データ、データ取得は十分です。オッケー。チップを生成しましょう。これでこれでうまく待機すれば、あたいの勝ちだべ、勝ちだべ。ジャンプじゃないよ、ジャンプじゃないんだ。周辺を探索するだけだ、ね、この勢いで一気に行きますよ。よし、いける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 。注意すべきなところはこのレーダーで探知するだけ。あと、来た来た来た。だが遅い。よーし、2連勝きました。
そうか、ゴールドあれだね、取れないね、ゴールドだと、データ。あー、よかったー、近くにアイテムがあって。はい、見事2連勝することができました。あんまね、2連勝とかなかなかないんだけどね、今日は運が良かったです。やった、ゴールドケース。ということでね、久々の、ブトゥームオンラインでしたが、2戦やってね、見事どっちも1位を獲得することができましたね。まあ、見て、ね、操作っていうか動画見ててね、今この分かると思うんですけど、私ね、スマホでのゲームの操作苦手なんですね。接触が悪くて、もうなんか接触が悪いっていうか、自分の指に電気がね通ってないから、反応しないのか分かんないけどね、いつもこんな感じになるからね、あんまだから好かんのですよでもね、ブトゥームオンラインに関してはね、私面白いとは思ってるんでね、このスマホの操作以外を除いてはなんでね、今後もやっていきたいと思います。それでは、島津でしたね。いつかこれのね、パッドでできるタイプが出てくれればいいですね。はい、失礼させていただきます。小言が多くてごめんなさい。ではでは。